お疲れ様ですまあトヨタの会議ですとか社長と社員が交渉しているところとかね腹を割って話しているところって結構ドラマですよねあれが日々社内で行われていると思ったらなんかねあのトヨタ自動車を目指して就職活動してもよかったかなと思うところもありますねだからその本気でぶつかって大体会社って入るまで分かんないし入っても分かんないみたいなねところがあったり どういうことかっていうと会社に入ることを決めて入社するじゃないですかで入社したらその、まあ、会社の中身って会社の中に入っている人しか永遠に分かんないんですよね社内に入ることによってなんかね外から見ている評価がもし悪く変わるんだとしたら、まあ、ちょっとよくない企業体質なのかなと思いますし社内のことを知って ファンが増えるよううううななな会会会社社社っって、てまともな会社だともだ思うんででで、すすよ。よトヨタってそういいうじゃないですかね。でよくね、30年前の企業ランキングと現在の企業ランキングを比べて、あの日本の会社がほとんどいなくなったとかね、その中でも古軍奮闘してるトヨタ自動車ですら37位だみたいなのありますけども、私、ここにちょっとね、異議を唱えたいかなと。というのがその、いわゆるね、新しい時代のビジネス、IT を中心とした、まあ、プラットフォームビジネスですよね、Facebook にしても。 あのガーファーにしてもそうなんですけども、うん、でもトヨタ自動車って製造業なんですよね今でもリアルな車を作ってるのが主であってでも車を作っているというコンセプトのその根底を支えているのは人の思いだと思うんですよ。でその人の思いが結局他のね時代の最先端たる IT 企業にまだ食らいついてるなってところがあってじゃあ今後ですねトヨタが もっともっと時代を組み込んだビジネスに転換していったらまたトップを走っていくんじゃないかなとかね思うわけですよね。うんまあ、なんかねは話すとぐちゃぐちゃになりますけども改めて思うんですけども社内のことが分かって大体の会社っていうのは。 ああ、ひどい会社だったんだ、イメージと全然違うねってなると思いますけども、社内のことが分かってファンが増えるみたいなね、そんな会社って珍しいと思うんですよね。唯一トヨタが心を持つ会社だということなんじゃないかなと思います。